はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。シティーズスカイライン遊んでいきましょう。新シリーズとしてですね、小さな政府の街ということで、福祉、医療など行政サービス、なるべく切り捨ての、街を、作ろうとしてますが、完全に切り捨てすると人口が全然増えないので、ある程度全くゼロにはできないんで、半分埋まってるし、墓地もスペースもいるんで、早くこの人口を増やして火葬場を作ってやらないとダメです。なので、まあ、ある程度医療とか無視せずに、あとね、ゴミを焼くとことかも作ってやらないとダメなんで、そちらで続きを行いたいと思います。ぜひ見てください。この配信は Twitch でお届けしております。 Twitch アカウントフォロー、チャットコメントをお願いいたします。 Please Twitch my アカウントフォロー&チャットコメント Please。 2日後、16日に YouTube でプレミア公開で、動画アーカイブアップロードいたします。ぜひ、YouTube にアクセスお願いします。チャンネル登録、動画の高評価もお願いいたします。This Live アーカイブアップ My YouTube チャンネル 2days after My YouTube チャンネルサブスクライブド&グッドボタン、旧 Twitter である X のアカウントも持っております。こちらもチャット欄に記載します。ぜひアクセスお願いいたします。Twitter じゃない X のアカウントのフォロー、リツイートじゃなくてリポスト、そしていいねお願いいたします。TwitterX アカウントビジット&アカウントフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。では始めていきましょう。まずですね、これ、まあ、病気がすごい、病気とか早くが多いんですが、まず何をすべきかっていうとね、これですね、反射させるんですが、ゴミ捨て場、搬出は多分搬出追いつかないんで、今どうなっているかというと、一応黒ではあるんですが、まあ仕方がないですよね。作ってあげましょう。あ、ここにゴミマークがある。このゴミマークがあると危ないです。でもな、住宅地やると破壊されちゃうからな、土壌が汚染されちゃうからな。そうなんですね。で、みんなここら辺住宅地になってるから、厳しいですね。まあこうかな。これで、どうでしょう。進めていきましょう。増えないかな。廃棄物処理過用量、あ、ちょっと待った。海洋どのぐらい処理できるんだろう。これで、ね、ダメだな。これでも足りないのかな。処分場、貯蔵、処分場、過用量、ゴミの排出量とに対して背景物処理可容量が多ければ、これからこれを見ればいいんだ。排出量があまりに多いんですよね。どんどんゴミ貯蔵していってます。車を見ると、ここに貯蔵しに行ってるのと、ちょっと焼きに行ってますね。ここは汚れちゃうんですよね。そうなると人がつけちゃうから、量の割り分が難しいよな。まあでも人口をどんどん増やしてやらないといけません。重要はなるほどな、まあそうだよな。今商業地の方が多いんだ。商業地工業地の方の需要が。とりあえずまとめて、あと工業地帯は全然あれだよな。しゃあないから、でもこっちに商業地を置いてあげようか。橋をかけてやって、いやお金がな、お金が辛いよな。これだけ箸かけるだけでも6440いるしな。どうするかですね。あと鉄道が入ってきてます。鉄道を伸ばして、地下鉄だ、こっちは貨物駅だ。貨物駅を作ってあげるのも全然ありです。まあ問題は高速道路ですよね。ちょっと待った、作れんじゃなかったっけ。そうなのよな。あれこれどうやって回転できるんだっけ。そうか。あれでもなんでダメなんだ。多分、あ、そういうことか。すでに占領されてますってつまり。一回撤去してやらないとダメってこと？嫌ですね。全部撤去しないとダメなんだ。おかしいな。まあいいや。金は相当出てきますね。でもやむをえん。こんな感じで、あーでも逆の方が良かったんだこれ。あれ確か多分上をこっちが山なんで、つまりこうじゃなくてこうなんですよね。まあどうかな。そして上に上げて、そうですね。だいぶお金減っちゃったよな。でも仕方がない。ここにあるのか。高さとかはどうなってる？高さ結構ここ台地になってるんですよね。だからこれってこれからどうするかですよね。でも今は無理だな。なんかちょっとお金貯めてからじゃないと難しい。ちょっと電力予算をちょっと下げよう。 2% ぐらい。まずは、戻さないですよね。違う。で、まああれなんでダメなのか。いや、ダメではない。あ、まあでも上がる前に分岐してもよかったかもな。その方が賢かったか。まあいいか。え、ダメ？つまり。そういうことやな。で、これで降りたので、こっち側どうなってたっけ。ああ、そうか、そうだよな。なんで、基本的にはちょっと斜めってるのが嫌だな。感じでいいや。で、この辺の道路と、あと鉄道だ。鉄道を敷いてやろう。まずは貨物駅。あ、お金が足りないんだ。貨物駅6万。マジでつらい。どのぐらいの高低差あるんだ？わからん。ないって考えていいかな。こんな感じで後で延長することを考えつつ、ここに工業地帯を敷いてある。敷いてあげましょう。でそれとともに工業地帯なので、この焼却場を1個だけ設置します。あ、そうだ、水を敷いてやらないとダメだ。ストップ。あれ、あ、いいのか。そうなんだよな、水道管が。でさらに当然排水管も設置しないとダメだからな。あとはそう、電力も供給してやらないとダメだ。電力はどこから供給するんだ。電線を敷かないとダメなのか。で、電力はダメだな。お金は増えると思うけど、待った。石炭作るのが1万9,000です。石油が5万だったら、もうとりあえず先回し電線敷いた方が良さそう。お金は大丈夫？そうなんだ。やばいな、お金が本当にない。電力足りないしな、このまま行ったら。あれ、なんで電力足りないくなってないんだ。まあいいや、お金貯まったらここに発電所建てて。あ、でも一時的にちょっと税金を上げてあげて、ごめんなーっていうことで、私金が欲しい、一時的に。まあ税金高い言われるけど、税金高い言われますけど、ここはお金を稼がないといけません。まだいける、まだたまる。5万いったね、資金。いいですよ。このパーセントのこの部分が赤くなったらちょっと止めます、税金の強化を。まだ赤くなってない。赤くなり始めた。ここまでです。ここまでで 13% に戻します。13% だったよな。分かってる、分かってる。で、これで、確か、発電所を作れるんだよな。石油発電所5万。ここに置いてやろうか。あれ、これって連続で引く方法ってあったような。地形変更、地獄、総景観、これ岩ですね。これなんだ、あれか。これで多分大丈夫、しばらくは。ちょっと待った、これ水は大丈夫だよな。うん。で、だんだんと少しずつですが、人口も増えてきてますね。商業地域が。商業地域がね、難しいな、判断が。で、こっち側に道作ってあげない。そうなんです。ここから上り坂なんですよね。まあいいか。普通の道だな。で、それとともにでもどうしよう。こうかな。結構急な坂ですよね。こんな感じで。上に上がったんで、ただこれ下なんだ。下に下がっちゃったよな。まあでも普通にこうかな、やっぱり。で当然ここで、そうだよな、でまあまだ単線どこ？どこの話？4車線あるんですね。こうまあちょっと先作っとこう。どうするかだよな。多分これだと降りないんじゃないかな。感じで、で金がな、なんか急激下がりすぎてるよな。ただ問題はそうだよな。そうだよな、普通に考えたら。こはやめとこう。なんか平坦なとこじゃないと工場作っちゃダメだ。なんか電力が足りない言われてる。なんで？これ何？あ、問題がやばい。椅子が逆流していますね。なんで？水流が働いてくれないんだ。これで大丈夫。あと駅はいつ作れるんだ。貨物駅は6万いるんだな。早く貨物駅作っときたいしね。で、ここの商業、本来なら商業区域がいるから、90、ここまでやか。違う。これ道が間違えてる。ちゃう。道を作るんだよな。これは何の道になるんだ。だわ。だからこれは反対にしないとダメなんだ。こうすることであまりやりすぎてはいけません。水の供給とかも考えないといけませんからね。で、そうだ。どこまでを入れるかだよな。かな。で、まずはここに商用区域を作ってあげよう。で、さらに小学校1個設置した上で、あとはそうだ、ゴミだよな。嫌だな、ゴミ処理場。どうしてもね、焼却炉をたくさん作らないといけないのが辛いところですよね。熱量が足りない。あと遺体早く人口を増やして、水はまだまだ足りるよな。水はまだまだ大丈夫っぽいですね。やめていこう。融通できるようにしとこう。大丈夫だろうな、水ってまだ足りると思う。なんで電気が足りない？貨物駅って8万だったよな。あ、いや、してるか、8万。8万じゃない。鉄棒どこだ？あれ？ここか。道路脇作らなきゃダメだ。この道路脇ってどこがいいのかな。なんで鉄道してないんだ。鉄道駅を建設しないとダメってこと？引いた引いたで終わりだしな。鉄道駅いらんしね。でも鉄道駅を作らないとダメみたいですね。まあいいや。じゃあロックアウトしとこう。返金してもらって、これで鉄道駅敷けますからね。で、ここで鉄道駅を分岐させて、貨物駅は6万か、まだそれ足りないんだ。地下線の負荷がでかすぎるんだ。もう作らんどこ。あとそう、石油発電所って原油の貯蔵がないと作れないんだよな、よく考えりゃ。一車線だよね。で、燃えてる燃えてる。あ、消防車来て。全く消防署を作らないわけにはいかないんですよね。これが困ったもんだ。あ、本部がない。学校はどうだ？学校は満杯ですね。でも学校作るよ、1枚いるしな。新能力かな。届かないって分かってるよ。どれだけ君を持ってもただ遠くから見てるだけのインポッシブルラブ。恋に落ちた宿舎待ってんのか。焼却ロボも3万いるんですよね。実は地味にお金がかかる。こうなったらまたあれをやるか。あ、フォローいただきましてありがとうございます。リカゲームさんですね。ありがとうございます。今どういう状態になってんだ。税金がさすがにこれは元に戻さないといけません。とか言ってるうちに資金が10万を超えました。とりあえず戻しましょう。よかったよかった、解除された。水が欲しい。でもってストップ、ここで近、なんだっけ、鉄道のってありますが、これはちょっとこっちはダメか。つまりあーやばいなこれ、そういうことか。あーでもここ上に上がってるから。これでいけますね。よかったよかったで、ここからどうするかって言ったら、要線なんだよなこれが。で、いや、ここはうしよう。あ、やっぱり電気がいるんだ。来るかな。全然人来ないな。何が良くない？天気は問題ないね。 2% ぐらい落としとこう。水はどうだ？水もまだ大丈夫。コーラは5個普通。埋葬者が増えてきたな。墓地は8000かかります。消防ないからな。首都の高校がないとやっぱり来ないのかな人。すごい、ここ往復で行き来してる。これって地下鉄ってどのぐらいの駅ってどんな駅だ？白い駅は1万ないとダメだ。高架駅は3万かかるんだ。すごい混雑が。これか。しようがないんだよな今。人が足りないって言われてる。でもね、そんなにいらん言われてるからな。ちょっと一旦セーブ。あ、これ撤去。列車来てる？あ、まあ、来てるんじゃないかな。来てなきゃこっから運び出さないしね。燃えてる燃えてる。しかし何をすることもできない。いや、来た。よく間に合ったな。全然ダメだな。まあ人口は一旦減るけど、かなか人口減らないよな。あ、減らないじゃない。増えないよな。赤になったんで、戻します。さてと、消防本部。できれば消防本部が欲しいんだよな。まあでも何もないよりはマシか。全然来ないよね。アウトレットショップ。全然来ないんですよね、建物が。お互いに一線なんだ。なんでアップグレードできないんだ。来たね。これなんだ。仮想上は18,000人達しないといけません。なかなか立ちませんね。全然でも人が来ないな。ないですね。なんだっけ、焼却炉か、焼却炉移動で資金が足りない。移動するのにも資金がいるのか。ああ、だよな。こことここを結べば一応地下鉄を路線できますけどね。なかなかね、列車が1万は余裕でかかるからな。これだけでかかるもんね、お金。とにかくどんどん人口を増やさないといけません。もうちょっとこれであとは列車走らせるのみ。2駅か。これでいつ列車が来るかですね。来た来た、列車来た。地下鉄です。列車全然走ってくれないが、ようやく1万5000人は突破したが、乗客数がまだ少ないな。1人とかだもんな。全然歩いてないんだが、気になるのは挑戦になってる。ちょっとやばいな。墓地がピンチ。新墓地を建設しないとやばいが、墓地ってどれぐらいかかんの？ 8000 か。1万8000いかないとあれしますからね。あなたのために私は何ができるんだろう。消えたくないそばにいたい、伝えたいけど、もう一度まだここであなたと会えること願ってもいいですか。あなたには幸せになってほしいんです。だけどあと少しだけそう思ってしまう。もし心がなんかあったとしても私から恋をさせてください。他の誰でもないあなた感じかな。でこれでも急すぎるんか。 1만 7000 人か。おめでとうございますということで、ついに仮想場を作ることができます。11万。消防本部もある。まあでも、まずは仮想場を作ってやらないといけません。2万、1個2万5000円か。仮想場は当然工業地帯作ります。なのでこの辺かな。で1個はここ。もう1個はここですね。でまず150しかないんで搬出しましょう。一体はどこだ？一体のこれはここだ。まだ280人搬出しましょう。スペースがね、やっぱりないですからね。ついに、仮想場を作れました。これはでかい。なぜでかいかっていうと、遺体でいっぱいになることがまあなくなるからですね。まだ早い。搬出できないな、なかなか。出し切ってくれーっていう感じなんですが、ね、焼いてはいるけどなかなか出し切れない。処理場はどこだ？ 4%。 もうちょっとですね。こちらのゴミ処理場はあと1個。よし、なくなった。「私の表情に合わさった霧の中差し込んだ光反射して交差して騒ぎ出した塵のようさ咲かない花からそんなんじゃ問題外なんだちっぽけな思考で導いた世界はなんだ災いが起こるなら初めから逃げ出したいや行こうが好き嫌いかなうん、あんまり黒じゃないな。知ってるが。あ、ここもう撤去完了。工程ある？小学校がここ一つしかない。で、多分これ小学校いっぱいいっぱいになっちゃってるんで全然足りないですよね。ここぐらいは作ってあげましょう。これなんだ？ちょっと水あるよね。オッケー。あと42人ですね。どんどん搬出してほしい。ゴミは良くないですからね。あと 1%。全然足りないな。問題が山積みですって書いてる。早く搬出終わってほしい。来た。まだゼロにならない。撤去完了だ。これで入れてあげましょう。これ焼却炉だよな。全部公園で埋めましょう。この罪飴とムチですね。いかにもドッグパーク。いや飴とムチはやめとこう。本当に住宅地の方がいい。まあ、廃墟になってますが。これも撤去完了したんじゃないの？なんか焼却炉ちょっと多いか。ああ、でもお金が足りないんだ。で、電線だよな。全然来ないな。なんか来ないな。予算を上げてあげましょう。ないですね、全然。お金貯まったらこれ建てたいが、小学校せめて建てましょうけど。大学ってまだ建ててないんだ。建てましょう。まあなんかすごい生徒数が増えていってる。生徒数がたまるはずがないんだけどな。海上客旅も全然余裕ありますね。ああ、でもまあ余裕あるわけじゃないんだけどな。相場が追いつかない。ようやく建物の打ち出し、これ建物ですよね。打ち出しました。燃えてます。あ、燃えてないか。少しずつ住宅は立ちつつあるっていう状況ですね。まあ廃墟も多いですけど、この充足場がまだ足りないんだよな。最初の一人ゆとり65,000万あるか、病院って。まあ、ヘリポートがあるっていうのは強いですね。まあいろいろ問題は山積みではありますが、相乗は結構25,000か。撤去完了。すごいですね、廃墟だらけですね。まだまだ問題は多いですが、死亡者がいたり、死亡者数に対して増えてますね。こっちも撤去完了。順調です。18000人まだは一旦行ったけど、なかなかその後超えられないなっていうところだな。焼却場もたくさん用意はしてるんですけどね。これどうなるんだ。お金がすごいかかるんだった。資金がすごいかかるんですね。多分ここをあると溢れちゃうような予感はします。こっちも鉄道があるんだ。この鉄道を移設してやらないといけないかもしれないですよね。なんで曲がるんだ。あれなんで片側車線なんだ。あれなんでこっちから車来てたらこっち映るんか。22とか少ないな、まだまだ。ガラガラですね。これだとどうだ。もう一度またここであなたと無理なのか。感じか。まだ足りないかな、ゴミ焼却炉の量は。ひとまず一旦ここで終わりかな。サッカー場ってどこにあるんだっけ。ロケット発射場はいらん。サッカー場は20万の資金がいるんだ。ここを止めればサッカー場を建てられるが、ひとまずですね1万8000人を達成しまして、焼却炉に置き換えまして、こうすることで、遺体が残ることは最低限防げました。消防本部を作れれば嬉しいんですけどね。汚水がどんどん流れ出てますが、この辺も、下水処理施設、温度を浄化してくれるんで、はい、でこれでなんか雪機がすごいな。まあ、ゴミの問題などもありますが、とまずここまでにしたいと思います。今回は1万8000人を超えることができましたね。夜BGV 版も風景版もお届けしたいと思います。こんな感じで風景が流れますので、ぜひ見てください。そして、この動画は YouTube に2日後16日を21時頃にアップロード予定ですので、ぜひアーカイブを見ていただければ嬉しく思います。YouTube のチャンネル登録、高評価もお願いいたします。Twitch、マイアカウントフォロー&フォロープリーズ、YouTube チャンネル This Live Archive 2 Days After Up YouTube マイチャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ Twitter X、ビジット&アカウントフォロー&チャットコメント&リポスト&グッドボタンプリーズということで、シティーズスカイラインライブ配信お届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。